スマホの特別講座今回は写真アプリの使い方についてご説明いたしますよくスマホで撮影した写真はどうやって見るのという質問をいただくことがございますスマホのカメラアプリで撮影した写真はアルバムやギャラリーといったアプリを起動することでその写真を閲覧することができるようになっています 今回はカメラアプリそのものではなくその保存アプリの使い方についてをメインにご説明いたしますスマホカメラ自体の使い方についてはカメラアプリの基本という講座で詳しく解説しておりますのでそちらも合わせてご覧ください写真を閲覧するアプリはそのスマホの機種 メーカーによって様々なものが初めからインストールされていますとはいえ、できることや操作方法にはほとんど違いはありません写真アプリでできることとしては写真の保存・閲覧写真をきれいに編集・修正するアルバムの作成他の人に送付したりできる共有といった機能が利用可能になっています 今回は写真保存アプリの代表格 Google フォトを使ってご説明いたします。操作方法等は他のアプリと共通の操作ばかりですので Google フォトの操作方法を理解しておけば他の写真アプリにも一通り応用が効くようになりますので操作の感覚をつかんでいただければと思います。Google フォトはその名の通り Google が開発している写真アプリです。 Android 機種には初めからインストールされていますので、普段から利用されている方も多いかと思います。もちろん iPhone でも利用可能になっています。Google フォトは、お持ちの写真のコピーをインターネット上に保存します。これにより、万が一スマホが故障した場合や機種変更する場合なども、 今までの写真たちなみにこうした仕組みを一般にバックアップと呼びますので覚えておきましょう。またインターネット上に保存することによりパソコンから Google フォトにアクセスすればスマホで撮影した写真をパソコンで閲覧するといったことが瞬時にできるようになっています。 パソコンで利用するという点については、Google フォトの使い方パソコン編という動画に詳しくございますので、そちらをご参照ください。それでは、Google フォトを起動してみましょう。iPhone の方は、App Store より Google フォトをインストールしましょう。Android の方は、Google フォルダに入っている場合がございます。 初めて起動すると、Google フォトが写真へのアクセスを求めていますと表示される場合がございます。Google フォトがスマホに入っている写真を読み込んでもいいかという確認の表示です。こちらは OK をタップしましょう。続いては通知の設定です。Google フォトからのお知らせを受け取るかという意味ですが。 Google フォトからは緊急性の高いお知らせが来ることはありませんので通知がうるさく感じる方は「許可しない」をタップしましょう再度「本当に通知オフでいいですか?」と表示されますのでこちらも「オフのままにする」で進めましょう Google フォトは Google アカウントと紐付づけて利用します 〇〇さんとしてバックアッッププと表示されたボタタンをタップしますアカウントへのログインを求められた場合はメールアドレスとパスワードを入力またはアカウントを作成しましょう Google フォトの写真の保存方法には2つの方法がございます少し写真の画質を落として無制限に写真を保存する高画質という方法と その下の精細さを保ったまま保存する代わりに、保存する容量に制限が設けられる元の画質という方法です。高画質では画質が落ちるとありますが、見分けられるほどの劣化はありませんので、高画質の方を選択するのがおすすめです。続いてこちらの項目は、 Wi-Fi を利用できないときはモバイルデータ通信を使用するとあります写真をバックアップする際は、その写真をインターネット上に送ることになるので、データ通信が発生しますこのスイッチがこのようにオフになっていれば、Wi-Fi 接続時しかバックアップを行わないため、ギガを消費せずに利用できます 以上でで初期設定は完了です。確認をタップするとこのような写真一覧画面に移動します。ここでは普段利用しているアルバムやギャラリーといったアプリと同じように写真が一覧に並んでいる画面になったかと思います。写真は上から新しいものが並んでおり写真を撮影すると 一番左上に新しい写真が追加されていきます。どれか写真をタップすると、個別にその写真を表示できます。左右にスワイプすることで、別の写真に移動することもできます。写真一覧に戻るには、左上の左向きの矢印をタップすると、先ほどの画面に戻ります。 写真を整理するには、こちらの画面右下にゴミ箱のアイコンがありますので、こちらをタップします。すると、削除していいか確認が表示されますので、削除をタップします。また、複数枚一度に削除したい場合は、一覧画面にて削除したい写真1枚を長押しします。するとこのようにチェックマークがつきます。 この状態になると他の写真はタップしていくだけで次々とチェックマークをつけていくことができますチェックマークをつけたら右上のゴミ箱をタップするとチェックマークのついた写真を一度に削除することができます Google フォトで写真を削除する際に覚えておきたい注意点がございます フォトで写真を削除すると撮影と同時にスマホ本体に保存された写真も同時に削除されてしまいます逆に本体に保存された写真を削除しても Google フォトの写真は削除されません本体の容量を削減するために本体の写真を削除しても Google フォトに保存されているので問題ありませんが Google フォトから削除するときは 本当に不要な写真だけにするよう気をつけてください続いては旅行に行ったときや成長記録など特定のテーマに沿った写真を集めたアルバムの作り方ですアルバムとして整理しておけば人に写真を見せるときにわかりやすく見てほしい写真だけを集めたページを作っておくことができます アルバムを作成するには下部にある「ライブラリ」をタップするとアルバムを一覧表表示示すす。る画面が表示されますこちらにはまだアルバムを作っていないので何も表示されていませんここの「プラス」のアイコンが書かれた「新しいアルバム」というところをタップしましょう 続いてはこちらの画面でアルルバムのタイトルを入力します例えばこちらでは家で育てている観葉植物をまとめたアルバムにするため「観葉植物」と入力してみます。次はこちらをタップしてこのアルバムに入れる写真の選択に入りましょう。 すすると写真一覧が表示されますタップしてチェックマークをつけられるようになっていますのでアルバムに入れたい写真をタップしていきましょう選んだら右上の「追加」をタップしますするとこのように選んだ写真とタイトルで構成されたアルバムが完成しますいつでも他の写真を追加したり 他の誰かに送信した iPhone で共有ボタンをタップするとこのような画面が表示されますこの画面からどのアプリで誰に送信するかということを選択していきます表示していた写真にはチェックマークがついていますが他の写真をタップすると その写真にもチェックマークが付き、同時に送信できるようになります。こちらの赤枠のボタンをタップしてください。すると、自分がインストールしているアプリの中から、利用できるアプリの一覧が表示されますので、こちらから送信に利用するアプリを選択しましょう。メールで送りたい場合はメッセージ。 LINE で送付したい場合は LINE のアプリをタップすれば、そのアプリで送信する画面が立ち上がります。Android では、共有ボタンをタップするとすぐに共有手段のアプリ一覧が表示されますので、こちらからアプリを選択しましょう。 続いては写真の加工です Google フォトでは写真の色味を調整してよりきれいに修正することができるようになっています赤枠の調節レバーが3つ並んだような形のアイコンをタップしてくださいすると色味を調節するためのフィルターと呼ばれる機能が立ち上がりますこのフィルターで 写真をさまざまな色味に調整することができるのですがここにある「自動」というフィルターを選択するとこのように自動的に人が見てきれいに感じるような明るい写真に加工してくれます。加工した写真は右上の保存ボタンで保存できます。 続いては編集の隣のアイコン Google レンズについて簡単にご説明いたします。Google レンズとは Google が開発している最先端の画像認識技術で Google フォトからも一部利用できるようになっています。こちらのアイコンをタップしてみましょう。するとこのように写真中にある物体を認識してそれが何か とというこををインターネットを通じてて判別してくれます例えばこの写真では Google レンズを起動すると花に青い点がつきこの花の品種の候補をいくつか提示してくれましたこのように植物の名前を知りたい時など非常に便利ですその他衣料品などを Google レンズに当てるとそれが購入できる通販サイトを呼び出してくれたりと 目下利用範囲が広がっています Google レンズについて詳しくはワンポイント講座にて Google レンズを取り扱った動画がございますのでそちらをご覧ください最後に Google フォトに関して少し残念なお知らせですが無制限利用の終了が Google より発表されましたこれまで 高画質での写真の保存は容量無制限という形で提供されてきましたが2021年6月以降新たに保存される写真はあらかじめ用意された 15GB 分の容量内での利用となります。ポイントとしては2021年の6月までに保存した写真は何の影響も受けず あくまでそれ以降に新しく保存する写真は容量内にしてくださいということです。Google によるとその容量を消費するには3年程度かかる方が大半のようです。もしも制限を超えた場合はその後のバックアップができなくなります月額240円の容量追加プランが用意されていますのでどうしてもそれ以上の容量が必要になってしまった場合は そちらを検討しましょう6月以降ぼやけている写真や暗い写真を判別して容量節約のために削除してくれるツールなども利用できるようになるとのことですのでこちらに関しては別途利用方法など動画でご紹介予定ですまた冒頭でもご案内させていただいた通り Google Photo は インターネット上に写真データを保管しています。そのため、その保管庫にアクセスする方法を知っていれば、パソコンからも Google フォトを利用することができます。例えば、スマホで撮影した写真を google フォトに自動アップロード印刷したり、アルバムにしたりといった操作は慣れている自宅のパソコンで行うといったことが非常に簡単にできるようになっています。 詳しくは、パソコンを使ったスマホ活用術、Google フォトの活用という動画をご参照ください。当講義は以上となります。ご静聴ありがとうございました。